それではお待たせいたしました、ヒーローインタビューです。まずはパリーグ最多登板タイ記録78試合、平井克典投手です。おはようございます。78回目の今日の登板はどういう気分ですか？いやもう絶対勝ちたい、それだけだったんで、本当にメヒが打ってくれて最高です。今年は本当にあの苦しい場面もたくさんあります。でも78試合、このライオンズの大OB稲尾和久さんに並びました。改めてその気持ちを控えてください。いやまだ終わってないんで、まだ実況はないですけど、たくさんの方々に支えていただいてここまで投げられたので、本当に周りの方に感謝したいと思います。そしてもう皆さんご存知です、今日ソフトバンクは勝ちました。でも自力でマジック1つ減らしました。マジック4です。近づいてますね、はい、優勝が近づいてますね。まあ僕たちはやることを、自力で勝っていくだけなんで、まずは4連勝して決めていきたいと思います。今シーズンメタルドームはレギュラーシーズンは最後になります。改めてこれだけたくさんのファンがあります、皆さんにメッセージをお願いします。本日78試合目行きましたけど、たくさんのファンの方々の声援があり、ここまでやってくることができました。大戦ありがとうございました。おめでとうございました。まずは平井克典投手でした。さあそしてもちろん今日試合を決めてくれましたエルネスト・メヒア選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日も大変苦しいゲームの中だったんですが、あの場面、今シーズン6本のホームランですが、そのうち3本が松井投手から打ってるんですね。どんな気持ちで打席に入りましたか？Yeah, it was a great game. You know, we fight until the end. You know, I'm glad I could help the team at the end of the game to win it. You know, I don't know. I don't care who's pitching. You know, I'm always fighting, doing my best. You know, for me, every pitcher is a great pitcher. You know, anybody can get me out. Anybody can, you know, I can get a hit off. So it's just about fighting, and that's what I did. I was trying to do my best to help the team.そうですね、松井投手本当に素晴らしい投手なんですけど、自分が打席に立つときは特に相手のピッチャーというよりも自分との戦いだと思って打席に立ってますんで、いいピッチャーでも打ち返すこともありますし、悪いピッチャーから打ち取られることもあるんですけど、そういう中でその難しい試合の中でこういうふうに最後の最後でチームを助けることができてすごく嬉しく思ってます。今日もたくさんのファンが詰めかけています。レギュラーシーズンは今日が最後のゲームになります。改めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。It's been a long road, you know, 7 months, you know, playing every day, you know, all these fans, you know, cheering for us every game at home, and I'm very glad, and then I want to, you know, give a special thanksNot just for me, from the whole Lions organization, you know, for being the way they are, and please be ready for the climax series. そうですね、本当にこの長いシーズン7ヶ月ぐらいかなっていうふうに思うんですけど、いつもメットライフドームに足を運んでいただいて、常に僕らのそばで声援を送ってくださって、サポートして応援してくださって、本当にライオンズファンの皆さんには心から感謝してます。そして今から始まるクライマックスシリーズに向けて、ファンの皆さんもしっかりいい準備をして臨んでもらえればなというふうに思います。さあおそらく皆さんはあの言葉を待っていると思います。最後締めてもらえますか？ OK、
ロッチ、お疲れ様でした。メヒア様様や。おめでとうございました。ありがとうございました。ミヒアにとっては実はサヨナラホームランは来日初だそうですね。そうなんですか。結構意外な気もするぐらいですが、はい、まあ、サヨナラでは通算4回目、サヨナラホームランは来日初となりました。通算130本目のホームランが素晴らしいマジックをさらにまた一つ減らす、4に減らすサヨナラホームランになりました。そして同時に平井も今日は記録を作りました。あのパパリーグタイ記録というね、登板数ですが、これはまあ次もうすぐ抜く記録でもありますが、平尾さんの持つ記録を並んだという今日の平井投手。さていつものようにこの2人、まあ、今日このボードにサインを行います。まだ興奮冷めやらぬというレギュラーシーズンラストゲームとなっているこのメットライフドーム。まあ、ホームゲーム終わってあと残り5試合、ライオンズは、まあ、ファンに電波という最高の贈り物を届けるべくラストのね